牧彦七は、日本の道路技術者。都市計画家。1873年、大分県に生まれる。1898年、東京帝国大学工科大学土木、工学科卒業。卒業後台湾の台北県、台南県の技師として赴任。総督府民政長官、後藤新平の下で土木課長として、淡水系の改めさつき、道路建設、都市改良。 河川改修など工事を1901年までの3年間担当したが、拝見と共に体感する。1902年、埼玉県議士となり土木課長就任。その後秋田県に移動。この時期高知整理に関して、用水路の設計に新しい方法を求めるため、東北大学農学部に通って研究。これを解決して、県在職中に学位論文を寄贈。 道路技術者などとして著名だが、この時期までは、推理、河川関係の仕事に従事し、埼玉県鎮賞や秋田県の法枠の改良などに力を尽くしている。なお長らく1912年春行の旧秋田銀行本店設計者とされていた。牧は、責任者であって、実際は、秋田県技師である、山口直明と星野大三郎であることが確認されている。 1914年、内務省に移籍。内務省に入ってからは、当時道路政策の根本的改革期にあり、そうしたこともあって、道路事務を担当、道路法、道路構造令、街路構造令などの制定に先進した。1915年から、明治神宮造営局技師。1917年工学博士。1919年、 内務省土木局技師験鉄道技士を務める。1919年道路法制定に参画、街路構造令を起草し、橋詰広場や遊歩道施設を規定に盛り込む。1921年、道路会議臨時議員に押されて、欧米各国へ出張。帰国後の1922年、創設された内務省土木試験所所大所長に就任。簡易補装などを考案。 所長在任中は部下を、知ったげきれいし、雷親父、ライオンとあだなされる。1923年、東京帝国大学工学部講師も、兼任。民、1930年まで道路及び、街路、都市計画の二つの講義を担当。その後関東大震災が発生し、かつての上司、後藤新平から誘われて、帝都復興事業に尽力するため、 壊滅的打撃を受けた横浜市に復興計画づくりのため派遣され、前任者、坂田貞明の死によって空席であった都市計画局長を兼務した。こうして5億円規模の横浜震災復興都市計画案を立案する。1924年には東京市道路局長に就任。その後東京市土木局長に就任。1928年まで従事した。 土木局長在職中は路面改良の普及に努力し、自ら設計して日本最初の簡易舗装を試行するなど道路技術黎明期にその発展の基礎を築いた。ありがとうございます。